Hey guys! 今日はね、もし人間関係の悩みっていうのを一つの考えで永遠にぶっ飛ばすことができるとなったら、これだっていう話をしたいと思います。人間関係っていうのはやっぱり人生の中で一番悩むところの一つだと思うんだよね。で、面白いのよ。人間関係って人が何を求めているのかっていうことを気づいたら、その人がなんでこんな怖いことやるんだっていうのがパッて理解できるわけよ、ね、または反対もあって、なんでこの人こんな当たり前のことできないのって、まあ、例えばさ、上司がさ、ね、よく部下に怒るじゃん。なんでお前これ仕事やらんやって、このぐらいはできるようになれよみたいな、そういう悩みをパッて一瞬にぶっ飛ばすできるような、まあ素敵な考えっていうのをちょっとある本を読んでて見つけたんですよ。まあね、どういうことかっていうと、人間は何を求めているかっていうことなんだよ。で、よく考えると人間って2つの感情しか感じられないんだって。何かっていうと、幸せ、まあ愛っていうかね、幸せか恐怖なんだよ。よく考えると、この地球っていうめっちゃでっかい惑星で、ね、過去の何万年前から、まあ、人間が生きてる限り、この人間の中で一つの共通点っていうのが必ずみんなの間にあるんだよ。それは人間は必ず幸せを求めているっていうことだと思うんだよね。まあ、幸せって愛とか、まあ、愛っていうとね、love って言うとちょっとね、it's a little bit strange。まあ、幸せだよね。で、幸せって何かっていうと、恐怖がない世界なんだよ。これ、24時間望んでいることなんだよね。で、自分で多分こうやったら手に入るんじゃねえか、みたいな感じでやってるわけよ。ね、例えば、いや、ね、こういうでっかい仕事ができたらもっと俺は幸せになるなって。ね。いや、できない部下がいて怒ってる上司いるじゃん。それはその人が変わったらもっと幸せになるんだって。で、その人が変わんないと悪いことが起こるんだと思って、恐怖から自分を守ろうとして、みんなを守ろうとしているだけなんだよね。で、よく考えると、この幸せになっていいよってね、恐怖がなくなっていいよって、幸せになっていいよっていう時にね、まあ、そのまだ慣れないよっていう考えがあるわけよね。ね、やっぱり今の状態には恐怖があるから、恐怖をなくさないと幸せになれないよね。当たり前だよな。ちゅうことは何やってんのって言って、地球の人間全員恐怖をなくそうとしてるだけなんだよな。で、やり方が違うわけよ。例えば上司の場合だったら、お前なんで仕事やらねえんだって、あれ何やってんの上司、なんで怒ってんの。人間は幸せを選んでるわけでしょ。幸せ、その上司は、怒ってる上司はね、幸せになりたいわけ。なんで怒ってんの。なんで攻撃っていう手段で人を恐ろしくさせちゃってんの、恐怖出しちゃってんの。それは自分を守るために攻撃してるだけだよね。この仕事が、この部下の仕事が終わらないと会社潰れるよって、大変なことになるじゃん。会社潰れたら自分どうすんの、仕事変えないと。嫌じゃん、そんな恐怖。やだやだやだ、だからお前これやれよって言って、その恐怖から自分を守って、その部下を守ってるかもしれないよな。それだけじゃん。だから攻撃じゃないじゃん。ね、まあある意味攻撃なんだけど、ね。で、なんでこの部下仕事やらないのって。ね、怖い上司がいて、これやれやれとか言われてたら嫌だよね。逆にそんな怖いところ行きたくないよね。そこに行くのが恐怖だよな。そこから自分を見守るために早く5時に帰りたいんだよな。そんなことやりたくねえよな、そんな怖い人がいて。当たり前だよね。だから今度部下は逆に自分を守ろうとして、その人から避けようとするよな。で、仕事変えたい。もっと幸せで怒らない人がいるところに行きたい。当たり前だよな。ね、で、今度なんか自分で新しいプロジェクトをスタートするとか、自信持ってこれやってみようとか、こういうのをやればできるいいなと思って、ちょっと動いてみて、ちょっとビビっちゃってやめる時とかない？ね、なんか、いや、俺はダメだよとか、俺には無理だよ。例えば俺が YouTube やろうと思った時に、最初はいやいや俺なんてできねえよとか思ってる、ね、今でもしょっちゅう思うよ、そういうこと。俺には無理だよって。で、なんで俺には無理だって言うと思う？そりゃそれやってみて、実際に失敗したら痛いじゃん。今より悪くなっちゃう可能性があるわけでしょ、新しいことやるっていうことは。だから、その失敗を自分を、その失敗から自分を守ろうとして、自分はダメだよって言ってるよね。ねえ、なんで新しいの挑戦しないのって言って、いや怖いから。
なんで怖いのって言ってる。わ、分かんねえけど、よく考えてみるとそれやって実際にやってみて大失敗したら最悪なところに行っちゃうから、自分がそれを防ごうとしてるだけじゃん。ね、だから自分を恐怖から守ろうとしてるだけじゃん。自分を幸せな場所に動かそうとしているだけじゃん。ね、なんで、ね、自分の子供に対してお前なんでこのぐらい宿題やれよってなんで怒るの。ね、あなたが宿題をやらないと、ね、子供が宿題をやらないと子供がダメになっちゃう。それは子供に対して愛じゃないから、それを守ろうとしているだけだよ ね。だからポイントは何をみんな守ろうとしているかっていうと、恐怖から自分を守ろうとしているんだよね。でそれは未来の話なんだよ。未来こうなるとやばいからこうやってくれって言ってるわけよ。で次のポイントは発言行動っていうところなんだよ。この幸せっていうところを守ろうとしているんだけど、どうやって守っているかっていうとね、怒っている人の場合だったら攻撃になっちゃうわけよ。で逃げようとしている方の人は逃げるっていう形なんだよね。それだけなんだよ。だからこのビデオのポイントは、地球上の人全員幸せを求めているんだよね。で怒っている人がいたらどうな、何なのそれって、攻撃か。いや攻撃ではないんだよ。愛を求めている発言行動、手伝ってくれって、今辛いんだって、大変なんですっていうことなんだよね。で誰かが逃げる、自分がダメだって思ってるのは自分ね、これ辛いんだって言ってるだけなんだよ。でそうすると、そのなんかバシャーって言われるとか、なんか人がグワーっていく時に、何なのっていう時、あ、この人は幸せを求めているだけなんだ。でやり方がひょっとしたら賢くないかもしれないだけなんだっていう話になるんだよね。だからな、みんな、ね、覚えてもらいたいのは、怖い上司いるやろ、怖い社長いるやろ、怖い人いっぱいいるやろ、なんで怖いんやな。愛を求めてるんだよ、ね、不安なんだよ、未来が悪くなっちゃうって思ってんだよ。で特にちょっとダークな人たちっていうのは、ね、過去に悪いことをしてしまったから罰が当たるのが当たり前だって本当に思ってるわけよ。だからもう怖くて怖くてしょうがないわけよ。だって特にそういう人こそ大丈夫だよって言ってあげるのが大切なんだよ。みんなどっか心の中で悪いことしてしまったって思ってるから、ね、大丈夫だよって言ってあげる。で人に大丈夫だよって本当に言えるようになると、自分が過去にやった悪かったこととかも、あ、これはね、許してもらえるんだって、うん、ですると、この過去が悪いことしたから未来にまた悪いことが起こるなっていうのが、いや悪いことじゃなかったんだって気づくことにやると、未来の不安もなくなってくるんだよね。だみんなにぜひね、これを見抜けるようになってもらいたい、ね、そうすると何が起こるかっていうと、正直言って怖いもの、怖い人が徐々なくなってくると思います。まあ、なのでね、このビデオの復習ポイントは、1、みんな幸せを求めていて恐怖から自分を守ろうとしている、それはみんな同じこと。で2つ目のポイントは、人それぞれにそのやり方をやっているわけよ。みんな違うんだよね。だから攻撃って見えるかもしれないけど、それは実は愛なんだよ。それは実はその人の幸せを守ろうとしている愛の手段なんだよ。だから攻撃ってそれを見抜けるようになってもらいたいんだよね。だから怒ってる人がいたって言ったら、最初はね、相手がね、機関銃パッパッパー撃ってるように見えるよな。なんかメトリックスの映画でさ、ニオがさ、弾に撃たれるシーンとかあるじゃん。最初弾飛んできてさ、わーとか言ってさ、ね、で今度なんかさ、なんかね、学んでたらさ、なんかスローモーションで弾を受けられるようになってきてさ、ブー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 っていうシーンあるやろ。で今度さらに気づくわけよ、ニオは。これは攻撃じゃねえなって。でそうすると最後のさ、シーンでさ、弾撃ってきたら、なんかデジタル化になって全部がデータになって、ブーなんか点になって弾がなくなるじゃん。マジそういう話なのよ、ね、だから恐怖っていうのは愛を隠しているから、恐怖の本当の役目は愛が足りないよって言っているだけだから、
ね、幸せが足りないんだって言ってるだけだから、それを見抜けるようになると本当に人間関係っていうのが素晴らしくなってくるんじゃないかなって思いました。 Alright, you guys、ね、本当にいつも見てくれてありがとう。で最近ね、まあ、最近っていうかいつもコメントね書いてくれてありがとう。でも最近なんかすっげーね、いっぱいいいコメントもらってて、ね、超俺ね嬉しいんです。であとね、あのライクボタンを押してくれたら助かります。なんか Facebook のライクみたいな感じで気軽に押していただければ。なんで人それも俺も自分守ろうとしてんだよね。ライクがないと俺ダメなんだとか、まあ、あの一緒に勉強していきましょう。 I love you guys. Alright, and I will see you next week on Monday at 7 p.m. I love you guys. ありがとう。